ここで京都宮吉選手が呼ばれました。フェルナンジーニョ選手との交代で入ります。さあ注目のこの宮吉がピッチに登場です。まだ16歳、しかも16歳になったばかり、16歳1ヶ月と14日という非常に若いプレイヤーがピッチに登場。山崎の飛び出し、さあこのボール奪って宮吉です。宮吉すぐパスを出す、リボンを出す、さあ林、いやすごいね、今のパス巻きました。このピッチを計算しながらね、非常にコントロールされたパスですから、右のアウトで素晴らしいですよ。林決めてやらにゃっていうところですね。開幕まで4ヶ月を切った本大会に向け輝きを放ったのは初招集の19歳、宮吉拓実。前半39分から途中出場すると後半7分でした。サネトウのスルーパスにタイミングよく抜け出し冷静にシュート。限られたチャンスをしっかりとものにし、その存在感をアピールします。直後の14分、サンガはチョンウヨンのスルーパスに宮吉が抜け出します。来ましたね、宮吉の今大会5ゴール目でサンガが先制です。いや素晴らしい個人技ですけども、これ真ん中ぽっかり開いちゃいましたね。いい動き出しからプレーオン、ミドルシュート、こぼれた、宮吉追いつきました。京都さんが京都も同じような同点ゴールですね。いや最後宮吉選手落ち着いてましたよね。ガッツポーズを作りました。まずこの抑えの効いたミドルシュート、デュトラ、これ難しかったですよ。浮いてたボールですからね、京都サンガ FC の下部組織出身のプレイヤーです、宮吉、ね、そして前半9分でした。セットプレー、チョンウヨンか、宮吉のヘディング、ボールも非常に良かったんですけどね、宮吉その背は高くないんですけどね、このジャンプのタイミングが、ね、非常に良かったですね。この宮吉が2点目を取ります、奪った後の背後の飛び出しからシュートまでというのは非常に冷静に、ね、決めましたね。後半11分にサンガ勝ち越し2対1、落ち着いてますね。そうですね。なおも京都36分、宮吉がルーズボールを奪ってドリブルで持ち込むと、ここからシュート、これが決まって1対0。宮吉の今シーズン4点目のゴールでアウェーの京都が先制します。京都81分、久保のスルーパスから宮吉、この試合2点目のゴールを奪った宮吉、10代2トップの息の合ったプレーでダメ押しゴールを決め、これで勝負あり。